アドミンで死体が転がってました。で転がってて普通にその近くをアルトさんがうろうろしてました。なるほど。俺うろうろしてない、してない。あの俺弁当の上に立ってただけ。なんで、なんで弁当の上だったんだよ。アドミンの弁当の上に立ってただけです。しかもなんか事実なのである。弁当の上に立ちました。なんか初め私が入ってってアルトさんがいて弁当の上行って弁当の上うろうろして、いや違うしてない。俺動いてない。俺弁当の上に立ってただけだから。嘘はついていないのである。どういうことだろそれは。ポスターやりたかったな。最近の全然引かなかったよね。やめよう。痛いな。黒ピンク、よっしゃい。黒ピンク黒かな。殺される気はしてたけど。防げないかよ。早っ。ちょっと待って、嘘でしょ。早いんじゃないの。先に、私に言う、私死体発見の話なんですけど、先に情報を言いたい人がいるなら譲りますが。まあ、今アベレージカメラ見てます。ないならいいですね。ナイトメアさんはない感じ。いいですかね。はい、アドミンで死体が転がってました。で、転がってて、普通にその近くをアルトさんがうろうろしてました。なるほど。俺、うろうろしてない、してない。俺、弁当の上に立ってただけ。なんで弁当の上だったんだよ。アドミンの弁当の上に立ってただけです。しかもなんか、事実なのである。弁当の上に立ちました。なんか、はじめ、私が入ってって、アルトさんがいて、弁当の上行って、弁当の上うろうろして。いや、違う、してない。俺、動いてない。俺、弁当の上に立ってただけだから。嘘はついていないのである。どういうことだろそれは。立ってただけでしょ。それ違うじゃん、それって。アルトさんはレポート光ってない。知らない。ちなみに弁当の上で何されてたんですか。弁当開かないかなってずっと見てただけです。あるある。いや、あるの。あるある。いや、あるの。でも高野さんもやってたことは言わんとこも。忘れてください。アルトさんに質問。私以外にアドミンで見ましたか、誰か。いや、ていうかサントスさんが入ってきたのも俺気づいてないです。見えてないんで。何それ。どういうこと。さすがに大丈夫でしょ。カメラ嘘はついてないよね。まあ、カメラずーっと見てました。初手カメラっていうムーブしてみた。初手カメラ行ってた。はい、俺はリアクターしたもん。人の状況を把握できてませんか。ああ、ごめんなさい。ちょっと覚えきれてないですね。ちなみに私が入るときには、何のためのカメラ。私が入るときにはカメラついてました。あ、ちなみに死体の位置ってどこですか。アドミンのカードスラッシュの前。あ、じゃあ血しぶき見えないか。あ、ちなみに私は入る。いや、全然俺分かってない。だから。何それ。逆に白い。いや、さすがに私は入ります。死んでもね、意味のある死になるから。ちなみに私は入るときカメラが光ってたので、私はアルトさんがいるのに目の前でカメラ。そうだからサントスさんじゃないと思ってる。めっちゃ入るやん俺に。いや、そらそうだろ。なんでだよ。なんで立ってたんだよってなるから。事実しか言ってなくて草。そうです。僕何も嘘ついてない。殺して弁当の上に立ってサントスさんが来てるの確認しながらずっと黙って立ってただけなんで僕。本当に正直に言ってるか。あまりにも堂々としすぎてみんな多分えってなってただろうけど。事実言ってるから堂々としてんだよ。別に弁当から出てきたわけでもなく。弁当の上に立ってただけです。おちょろせずに立ってますからね。ありがとうございます。はい、一応押しました。はい、はい、で一応サントスのセリフがないっていう話で言うと、カメラが光ってるタイミングで私は、はい、入りました。でかつカードスラッシュの前で死んでて、弁当の上にアルトさんが待機してるので、他に誰かが入って弁当の出入りしたらアルトさんが見てて、アルト戦が証言するはずなのに他に誰も見てないって言っているので、弁当説も追わなくていいかなと思ってます。ナイトメアが把握している人としては、ナビゲーションに入った時にカメラはついていました。その時にオラフさんが下に抜けていってます。中にナコさんがいました。以上かな。ナイトメアさんとは結構長いこと右側でずっと一緒に行動してたから、
アドミンで殺すタイミングなかったんだよ。右側でずっと一緒にいたって感覚じゃないけどね、僕。なんだ？ナビゲーションに入ったらナノコさんがいたって感覚だったけど。まあ、俺の片思いでしょ、だとしたら。そうです。でもナイトメアさんは殺してないと思う。でカメラがナビゲーションのカメラがついていた以上、オラフ君とかがナビゲーション前の弁当から入るのもありえないと思う。アベレイさんが見てると思います。それはそうですね。さすがにそれは見逃さないと思います。うん、まあなんでいいんじゃないですかね。中田さんとオタさんとかはどこにいらっしゃいますか。オタスはアベレイさんと左へまっすぐいた。アベレイさんがセキュリティ範囲の見てリアクターにいてました。カメラ見てましたあれ。あ、で、高田さんが、そうですね、10時のまで来てるの見えてました。じゃあ、千早さんはどうでしたっけ。千早さんです。ウェポン見てます。オラフさんが確認済み。はい、で、僕はずっとカメラ見てるから、弁当はありえない。じゃあ、もうアルトさんじゃないです。高田さんは、あ、だから高田さんは十字路で、あ、オッケー、オッケー、そうです。リアクターで。まあ、なんでしっかり連れてると思います。はい、僕も連れてると思います。で、押し間違ったのかな。なんなんだろう。なんか普通にしてる近くで右往左往してるし、私近づいてもレポートがあれじゃないですか。弁当使ったら監視カメラなってんの。あ、違うか。いや、アドミンからは見えないから。あー、そっか。なんか思ったよりアルトさんに票入ったなと思ったけど。そうっすね。いっぱい起きると思うので、多分死体探しにメインで動いた方がいい気がする。タスクよりかも。なるほど。それは何だったんですか、あれは。あれはもうどうしようもなかったみたいな。あ、出たらバレるなと思って潜ろうと思ったら、もうサントスさんが入ってきちゃったんで、どうしようもなかったんで、ずっと呆然と立ち尽くしてなんかニュース番組に映っちゃった裏方みたいな感じで、そのまま何すべもなく静止してしまったみたいな。そうなんですよ。もう、ああ、もうこれどうしようもないなーっていう。なんか殺される未来が一瞬見えたんですけど。いやー、ちょっとね、いろいろと考え事をしながらやってたらダメでしたね、やっぱりね。パも死んでない。あ、いいボタンですね。すいません、アベリジまた画面バグってくる。これどうなんだろう。今はアベリジさんが呼んでくる。特に死体は起きてない。あ、よかった、よかった。すいません、今エレクトリカルの目つぶってるメガネの人ね。紫が入ってくるのすれ違いました。ワンチャンバレないんじゃねみたいな感じで。あ、すれ違って千早さんと高田さんとすれ違った。あ、よかった、よかった。私タスクやって気づいたら急に違う色の紫がいてびっくりして怖ーってなったんですけど。扉の向こう側に行ったんだと。うん、やっとすれ違った。つまり殺害が起きそうだったのに起きてない。殺害が起きそうなのに起きてなかったということは、つまり胃もってるってことですね、これは。でも結構人来たから固まってたと思う。アドミンで僕今回タスク全くせずにずっとアドミン見てたんですけど、うん、まあ、メットベイとリアクターが途中で1になる瞬間、ロアも1の瞬間とかあったけど、その後動いてたので死体はないなって思ってたんですよ。リアクターロアトータス。そうですね。でアドミン見て大丈夫そうだなと思ったんで、カフェ押しましたって感じですね。で、あ、さっきバグってるって言ったんですけど、なんか一応ボタンは押せるんで大丈夫です。はい。ちなみに俺もアドミン見てました。アドミン。あ、そうですね。いました。チラチラ上の方に。そうね。アドミンチラチラ人が来てた気がする。無言スーパーチャット。まあ、このさん、ちょっとやさんとさんと。ありがとうございます。ありがとうございます。アドミンが、僕、アドミンが全く一歩も動かなかったので。うんうん。了解です。でしたね。はい。仕事頑張ろう。次のターンは達成します。ありがとうございます。割と堂々としたら乗り切れるかなと思ったんですけどね。ダメでしたね、やっぱり。ちょっと待った。何してんだって思ってた。いや、弁当入ろうかなと思ったら、サントスさんがね、もう上から来てるのが見えちゃったんで。開く開閉瞬間見られるのも嫌だしな。ちょっと通ったら恐ろしいキルだったな。いろいろとこういろいろ言い訳を言ってみたらどうなるかなっていう。いや、高田さんにはすごい申し訳ないんですけど。高田さんか。高田さんなのは多分バレてると思うので、僕とね、センターに一緒にいたの。今ベッド入ってた。ちょうど入りました、ね、言わなかったですからね。ああ、ナイスキル。
交通あたり流しとこうかな。あれどんさりさないこともありますよね。とりあえず確定が閉めて、ネットベイとセキュリティ見たのかな。でも、あ、オラフ君が見つけるかな、これ。はい、てないか。はい、どこ。オラフさん。あ、オラフさん見つけた。あ、すいません、すいません。あ、OK です。オラフが今、エレクトリカルで死体で、紫の死体、唐突さんの死体ですかね。あ、で見つけました。幽霊のスキャン中はできないですね。多分途中でストレージで高田さんとすれ違って、ですけど、多分高田さんじゃないと思うんですよ。なんでかっていうと、その後に扉が閉まってて、ストレージの。で、その時に向こう側で誰か人いたんですよね。多分その人がインポスターかなと思ってて、でちょっと、扉が開いた瞬間に、でエレクトリカルの扉も閉まってて、で開いたら、トータスさんの死体があったって感じですね。ちょっとエレクトリカルにあったの死体。はい、ごめん俺そしたら高田さん怪しいわ。セキュリティ入った時に高田さんがセキュリティの下からリアクターの方とかこの十字路に向かって上がってきたの見たけど、それ弁当位置から来てますよね高田さん。いや俺下から行ってない。でも多分そういう風に見えると思う。壁際から行ってて、セキュリティのあの壁側のタスクやって、向かってるから。あ、高田さん今日一日の動き最後まで教えてください。序盤覚えてねえな。最後はセキュリティから出た後は、ロア側に下ってで、ストレージから出てで、カフェ行ってで、最後ウェポンのタスクやってって感じ。あ、最後ウェポンだった。 O2 になった時はどこ行ったの？O2 になった時がだから、ストレージから O2 の上側に向かってる。サントスさんって O2 いました、ね、メッドベイいました。いや、私永遠にアドミン見てました。そう、サントスさんと僕が最後一緒に見てたんですよ。カフェとかについてると思うよ。俺カフェぐらい。でも1回メドベイ行った。1回メドベイ行って後半からずっとアドミン見てました。その、僕とカフェテリアですれ違ったの覚えてます？覚えてる気がする。多分カフェテリアそのメドベイ側から来たらアドミンに向かうときに。メドベ誰かいました？いや覚えてない。でね、リアクター1セキュリティが21になったからそっちで死んだのかなと思ったんで、エレクトリカルの方ちょっと言いたいことがあるんで、あ、ボタン押したい。あ、はい、どうぞ。僕押せないかな、押した気がする。どうだ、僕も押せないです。私も押せないです。サントス押せない。あ、じゃあ手配押しますね。じゃあ僕も一応待機しておきます。はい。これ込み通りそうだけどな、この村だったら。うん、もう僕こっからずっと多分込みしか鳴らさないと思います。いいと思います。そう、あの3人待機してるのか。なんかボタンは全然、いや、よく白角が早っ。残ってたわ。おはようございます。あ、アドミン見てて、メトベ1、セキュリティ1の状態からセキュリティ0、メトベ2になって、ベントかなと思ってダッシュで向かったんですよ、僕。うんうん、その道中でサントスさんとすれ違って、メトベ入ったら誰もいなかった。スイッチの方がいいんじゃないかな、子さん。うん、あー、なるほど。だから、サントスさんがメトベで誰も見てないんだったら、そこで、直しやすいんだ。ベントの移動があったのかなって思った。あ、そうなんだ。あ、私がベッドっぽいっていうこと？あ、じゃなくて、その、サントスさんがメッドベイにいた人だったんだったら、セキュリティからポンって、その、まあ、エレクトリカルとかでポン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 飛んでた人がいたのかなっていう。あ、なるほど、なるほど。船子さん再評価。まるで低評価だったみたいな言い方やめてください。みんな、どのタイミングで死んでるって思ってますかね？結構、最後、なる寸前に死んでると思います。それとも、初めの方に死んでるの？七子さんってちなみにどっから来たの？俺とすれ違った時って。セキュリティの中を見ようとした時だから、多分ロアの方かな。ロアの方から上がってきて、それでセキュリティ見たけど。あ、もう一回七子さんが高田さんがメント使ったんじゃないかってとこの動きもう一度聞きたい。じゃあ単純にセキュリティのカメラの中見ようと思って、セキュリティが入ってきたら下側から高田さんが上に上がってきたから、そっちから来ることあるって思ったら、あ、ベントがあんじゃんって思ったって。
だからなんか怪しいなと思った。セキュリティの室内の下から上に上がってったってこと？そう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 。でもそのさっき高田さんが見え方が勘違いされたかもしれないけど、まあ、分かんないけど俺、セキュリティの壁際のタスクやってそのまま出ようとしているから、うんうん、話違くない？壁際のタスクって上なんだよな。上は上だから違くない、うん、下から上はその行動を取っているから、うん、それしか言ってない。じゃあ高田さん視点は上から下に動いていったけど奈々子さんの言ってる証言って食い違ってってことね。まあ、分かんないけど食い違ってるのかどっかもう分かんないけど客観と見えてるのか分かんないから、ね、そうそう。だから少なくとも田中さんはタスクをやって出てったってことね。そうそうそう。あ、分かった分かった。じゃあ高田さんに入れます私は。あら。あ、スキップ入れました、うん。私は高田さんに入れました。一生じとして。でもいいかなと思ったけどスキップに入れました一応。一連れてると思うんでタスクがいいと思います。はい、はい、いいと思います。それでもいいと思います。あ、連れてないんですけどね。うん、そうだよ。なんで確信してんだよ。本当だよ。おかしいだろ。そう考えろよ。言ったじゃないか。俺はただ本当にイベントの上に立ってただけだよ。そうだぞ。本当のことしか言ってないんだぞ。そうだぞ。先端視点でも本当のことしか言われてないんだぞ。そうだぞ。めちゃくちゃ本当のこと言ってたんだぞ。なんか強いなぁ。スイッチがね、なんかめっちゃ簡単なんですって、コミュニケーション直すの。めっちゃ強いなぁ。なんか、自動でなんか調整されるみたいですね。やばぁ。ゲームアシスト入ってんの。やばぁ。アシストはそう。マリカじゃん。マリカじゃん。コミュニケーションはめっちゃ直しづらいらしいんで。あ、高田さんどこだ？ここか。ああ、行かないか。あ、お。高田さんが、まずエレクリカルで、コミュニケーションして、そんでエレクリカル閉めとくか。3人白上がりそうね、はい、これね。サントスです。またアドミンのカードスラッシュの上で、奈々子さんが死んでました。ちゃ墓場立ってるね。これ、エレクトリカルで僕ら4人閉じ込められたじゃないですか。そうだよね。はい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 。で、そこで多分いなかったの高田さんなんですよね。俺、千早さんといったよ、右側に。そのタイミングかどうか分かんないけど。はい、あ、じゃあ、千早さん視点は高田さん無理ですかね。ナビゲーションで合ってると思うけど、はい、どのタイミングかは扉がその閉まったっていうタイミングがいつかわかんない。直前っていうかちょっと前からだったら千早さんというちょっと前からだった。停電が、停電が終わって開けたら閉められて、その状況でアベレージオラフサントスさんと、あれ、ナイトメアもいる。ナイトメアさんか。いた。うん。の4人が閉じ込められてました、ね。もともとエレクトリカにいたのってアベレージさんでした。そう、上の方にいました。アベレージさんですね。で、一番初めに直してたのアイテム屋さんじゃなかったっけ？ああ、そう。もともと最初手にエレクトリカに行こうとしてたら、高田さんがそのエレクトリカ側の方に来て、扉が閉まったので、全力で僕はアドミン側に逃げて。逃げてたね。逃げて、でアドミン見てた時にエレクトリカルが1だったから、そこを高田さんかなと思ってて、待ち伏せされてたら嫌だったから、一緒に行く人いないかなと思って、ただオラフ君とが下に抜けてったから、ついていこうと思ってついていったの。ロアに行った、その時は。それは覚えてる。ロアの給油側に行った。で、オラフ君が上に行って、上が見えない状態で、配電盤前ぐらいで一旦待機してて、もしだから、入ってきたのが一人だと思って、起きればラッキーかなと思って、後ろで待機してたら停電がなったから、最速で直した形。エレクトリカル入った順番ってどうなってんの？だからアベレージさんがもともといて、オラフ君が来て、僕とサントスさんが入ったんじゃないかな。そう、ナイトメアさん、アベレージ、ナイトメア、サントス、オラフ同時。で、あ、もう私はちなみに宝さん入れました。なんでサントス地点って俺になってるの？まあいいか。別にアルトで落ちてんだったら関係ねえしな。俺スキップ入れとくよじゃん。さっきの容疑と、ナナコさんと話食い違ってて、ナナコさんが死んでるから、今の容疑より。まあじゃあ、ボタンとタスク、あ、タスクじゃねえや、緊急優先できますか、ね、じゃあ。サントスさん今日ノリノリだね。多分タスクそんなに
意識しなくて。悪いでしょ、今。いや、素晴らしい。悪いよ、ね。怖え、ね、いや、絶対終わると思ったけど。なんで釣られたか全然わかんないんですけど、高田さんすいません。ちなみに高田さんは弁当使ったんですか？あの、僕、一切嘘ついてなくて、本当に弁当の上にずーっと突っ立ってただけなんですけど、それは僕が証明します。サントスさんが来る前からずーっと突っ立ってたんで、僕、うろちょろしてないんですよ。え、じゃあ、高田さんが殺したの？僕が殺した。いや、俺も殺したよ。どういうこと？どういうこと？背後勝ったやん。高田さん、弁当ですか？やっぱ。あ、弁当、弁当。ああ、よかった。いや、弁当で、殺した後に、奈良子に多分証言されるなと思ったんだけど、扉とかがめっちゃ閉まるから殺しに行けなくて。ああ、なるほど。ごめん、ごめん。セキュリティで、そう、だから、そう、奈良子殺すキルクールは溜まってたんだけど、殺す気に行けなかった。てか、奈良子さんがその情報を落としてくれて、奈良子さんが死んでるから、もう宝さん確定するでいいなって、私はもう決まってて。だから、最後殺された瞬間、ああ、やっぱり俺は間違ってなかった。死の間際、エルみたいな。エルと全く同じ気持ちだった。完全に証言されちゃうなと思って。だから、あんまり私としては最終日の議論も、まあ、ダメ押しにはなりましたけども、せずとももう宝さんで90何パーで、90何パーを99点何パーにするぐらいかなっていう感じでした。私知ってるみたいな。これはね、やっぱ間違ってる。そうなんだよ。企画な例えできてよかったね。なんでよかったねって。もうやろ。いやすいませんでした。申し訳ないです。自分のアーカイブ、あ、アベリさんどうぞ。あれ、アルトさんはどういう、なんだろう、狙いみたいのがあったんですか？先端殺した直後にパッて見たら、もうセキュリティカメラ見えちゃって、出れなくなっちゃったんで、ベントで潜ろうと思ったら、サントスさん入ってきちゃったんで、まあ、突っ立ってたことにしようと思って。いや、逆にアルトさんのやつが、もうなんか、なんでそうだったのか、逆に不思議でした、アルトさんのやつも、本当に。あれだった、墓場で話したけど、あの放送事故で、あのニュース番組に映っちゃったディレクターみたいな感じで思考停止みたいな、思考停止して目つぶっちゃってってやまさにそんな感じだった。ベントの上でピタッて止まってた。微動だにしませんでした。すいません、もう普通に潜りゃよかったなって。ちなみに高田さんが切れてるっていう情報が入ってきたんですけども。そうなんすか？それはね、俺のせいです。俺が怒ってるってこと？いやいや、俺怒ってないよ。怒ってないけど、サボタージュやらしてくれと言ってたけど。多分それですね、多分。あ、私に切れてるのかと思った。違う、多分僕がサボタージュやっちゃって、さ、高田さんがやりたいタイミングでやれなかったからだと思います。いや、でもなんかそれは、なんかそれはなんかしょうがないですよね。なんかピアに任せたい人もいるし、自分がやりたい派もいるし、たまたま噛み合わないことあるから、なんかそれはお互いにベストを尽くそうとしてるから、なんかそれは別に邪魔しようと思ってやってるわけじゃないから、うん、そう、お互いに正しいのがたまたま噛み合ってないだけだから。悩むとこやでな、インポスターで先に伝えて、うんうん、俺もさっきむっちゃ悩んだもん。ごめんよって言いながらドア閉めまくってる。ね。もうバンって閉めるから。切り替えるとかも分かんないしね、あんまりね。あ、高田さんってどういう経路でエレクトリカルで殺してたんですか？いや、もう本当に、奈良子の言う通りです、全部。奈良子が全て正しいことを言ってました。あ、殺してこうか。そうだったんだ。え、なんか逆に堂々としてて、どういうことなんだろう。いや、もう無理やと。奈良子さんはちなみに、ベントの出入りは見えてないんだ。いや、見えてないもん。見えてない、見えてない。下から来たから、にゃんにゃーってなったわけ。そうですね、セキュリティの中で来てたらおかしいですもんね。だからってなったもんね。はにゃーって。はにゃーって。ほにょーってなったな。いや、でも、それはすごいいい情報でした。ありがとうございます。すごいいい情報を落としてくれたから。奈良子さん、ナイスでしたね。ありがとうございます。自分のアーカイブ見直してたんですけど、ディアクター直った後、メッドベイ、ディアクター、エレクトリカが11の状態から、セキュリティが0になった瞬間、メッドベイが2にポンってなったから、まあでも難しいですよね、そのアドミン情報全部。絶対そこになんか人が飛んだと思って、殺しが起こったと思ってダッシュで向かったら、誰も物気の殻だったから、なわけなんでやねんって配信で言ってたから、どんなあれだったなと思ってたんだけど。左側に花畑ができてる。できました、綺麗な一輪の花が。